はい、こんばんは、愛とっチャンネルです。 えー、7月15日金曜日ということでね、じめじめしてね、嫌、えー、な天気ではあるんですけれども、明日からね、3連休ということでね、おじさんはテンションが上がっております。えーね、テンション上がりすぎてね、ビール3本ぐらい飲んでますけどね、今日はね、<laughs> そんな状態で酔っ払ってる状態でね、ちょっと始めてます。えー、今日はね、7月15日で何の日かっていうとね、あの、ファミコンの日なんですって、えー、1983年にね、えー、本当に今日7月、えー、15日に、 えー、ファミコンが販売されたということでね。えー、皆さんね、アレクサ持ってる人はね、今日何の日って聞いたらね、そのワードが出てきますんでね。えー、皆さんぜひね、アレクサにね、話しかけてみてはいかがかなと思うんですけれども。僕もね、ファミコン結構ね、遅先なんですよ、実は僕ってね。ファミコン小学校入って、高学年 中学年ぐらいかなうん、えー、小学校4年生ぐらいからファミコン遊び始めたんですけれども、そうです。なぜでそのファミコンを嘘先かっていうとね、うちのね、父親にね、テレビゲーム遊びたいって言ってね、ファミコンが話題だったから、ファミコン買って、ファミコン買ってってずっとね、小学校時代からずっと狙ってたんですけど、いざいいよ、親父が買ってくるよって言ってたんですよね。で、父親がね、じゃあファミコン買ってくるわって言って、帰ってきて、あ、ファミコン買ってきたと思って見たらね、MSX だったんですよね <laughs>。 電気屋行ってきたらしくて <laughs>、あの、おもちゃ屋じゃなくて電気屋行ってきたらしくて、電気屋でね、テレビゲームを、あのー、 欲しいって言ったら、これ、これ勧められたっつってね <laughs>。MSX をね <laughs>。当時ね、ソニーって書いてあるやつですね <laughs>。ソニーが販売したね、MSX を買ってきてね、これじゃないよっていう話をして、返品もできずにね、えー、MSX をね、幼稚園時代から遊び出してたんですけど、だからね、その幼稚園から小学校、中学年ぐらいまでね、MSX で遊んでて、で、その後もういよいよファミコン買ってくれっつって、ファミコン買ったんですよね。だからちょっとね、遅きなんですよ、僕ってね、ファミコンのね。うん。でも MSX はね、 MSX で結構ね、楽しめましたよあの。ファミコンにはない、えーまあ、似たようなね、まあ、コナミがね、結構、MSX って、ハブリ効かせてたっていうか、シェア効かせてたっていうかね、えー、だからね、コナミのブーニーズとかね、えー、ツインビーとかね、グラディウスとか、あのー、MSX でよく遊んでましたね。ちょっとね、ファミコン版と違うんですよ。えー、友達の家でファミコン版遊んで、えー、自分ちで MSX 版遊ぶみたいな。 友達もね、その MSX 版遊ぶとね、結構新鮮な気持ちになってね、えー、なんか、あのー、遊ばせてよって来てたんですよね。だからね、結構ね、 あの、MSX は MSX で良かったなぁなんて思ってね。で、友達にね、MSX 数からファミコン貸してよって言ったら嫌だって言われましたけどは、ね、い。<笑><笑>やっぱりみんな結構結、結局ファミコンなのね、なんて思いながらね、えー、そういうね、悲しい幼少時代を過ごしてました。はい。ぜひね、ファミコンの日ということで、皆さんたまにはファミコンのソフト遊んでみてはいかがかなと思います。で、今日はね、何するかというと、まあ、前回ね、7月のクーポン更新やったんですけれども、 まあかなりクーポン切れた途中のものばっかりで、なんかね、結構そのラインナップが寂しかったんですよね <laughs>。はい。なので今日はね、またクーポン更新、今日ね、え、毎日週、週末にね、バングッドさんクーポン更新かけますんで、え、そのクーポンをちょっと紹介していこうかなと、いった感じの動画になってます。ちょうどね、皆さんボーナスも出たんでね、懐が温かいんじゃないかなと、いったところで、まあもう円安のね、時期もあるんですけど、円安だっていうのもあるんですけれども、まあそれをね、吹っ飛ばすぐらいね、え、安くなってますんでね、 え、まあ安くなってるっていうか、まあ普通通りトントンに戻ってるっていう感じで、高くはないです。正直ね。高くなってないんだけど、トントンに持ってってるっていうぐらいね。え、かなりね、頑張ったクーポン出してますんでね。え、興味のあるものあれば買っていただければなと思います。じゃあね、バングットさんのクーポン更新ね、紹介していきたいと思います。 はい。じゃあ、まずね、1個目から始めていきます。ちょっとね、僕もね、今回初めてのやつなんですけれども、まあ、久しぶりにスマホ部門からちょっと攻めていこうかなと思ってね。えー、いろいろクーポン出てるんですけど、ちょっと気になったのがね、こちらの、えー、商品になります。ワンプラスっていうね、えー、携帯メーカーになるんですけど、まあ、中華系かなだと思います。はい。ワンプラスナっていうね、えー スマホになります。ちょっとね、これのね、スペック見たらね、結構すごいんですよ。あの、いろいろスペック見てってですね、なんとね、砂泥のね、888が搭載されてるんですよね、これって。えー、スナップドラゴンの中でね、今、上から2番目ぐらいですかね、えー、ぐらいのね、結構いいチップ積んでます。通常ね、これ積んでるやつはね、 だいたい10万とかね、15万ぐらいするんですけれど、ね、今ちょっと値段下がってるかもしれないですけど、当時はね、えー、10万から15万ぐらいのスマホに搭載されている、えー、そんなスナドラパパパなんですけど、パチパチパチとか言いますよね。<laughs> はい。ちょっとクーポンのここちっちゃくなってるんですけどね。フォント合わせなかったですね。はい。まあ、こんな感じでね、えー、パチパチパチ搭載の、結構ハイエンドのね、えー、スマホがかなり安くなってるので、6万3000で買います。<laughs> はい。 すごい安いです。で、スペックじゃ低いんじゃないのということで、ラムが 12GB の LPDDR5。 ととといいううここでであとはががねストレージが、えー、256入ってるっていうことで、まあ、結構ね、容量もバッチリ、あのー、スマホとしてはね、十分使えるかなといった感じです。あと6.55インチということでね、ここのね、えー、液晶パネルが。結構ね、ベゼルがちっちゃくてね、えー、すごいなと思うぐらい、結構高性能な、えー、スマホになっております。僕もちょっとこれ持ってないんでね、な、え、ん、ー、とも言えないんですけれども、まあ、かなりね、あのー、スペックはすごいんでね、結構ゲームとして使えるんじゃないか。 かなと思いますすで、えー、まあ是非ねね、えー、調べて、ね、購入する方は、ね、かなり安くなってますね。6万3000円で買えるんでね。かなりね、この砂ドラブ888入ってて、この値段はね、えー、相当安いと思いますんで、ちょっとね、今回紹介させていただきました。じゃあちょっとね、次の、えー、ものに行きたいと思います。 はい、じゃ続きまして、久しぶりにスマホのポコね、F3 の紹介になります。えー、なんでかっていうとね、あの、新しいポコ出るんですよ、これね。だからね、結構在庫処分に近い感じで、えー、値段が安くなっております。299ドルになります、このね、えー、クーポン情報更新すると、えー、299ドルになります。日本円でね、だいたい4万円ぐらいになります。で、ポコ F3 はね、まあ、もう何回もね、お話ししてるんですけど、スナップドラゴンの870搭載しています。アンツのベンチマークで70万件ぐらい。 出るんじゃなないいかか結構ね、えー、高かったと思いますで、6.67インチの液晶ディスプレイを搭載してて、まあ液晶っていうか UKL だっていうような気がします。確かね、ポコ F3 はね、えー。で、かなり綺麗に表示されます。で、あと 8GB の LPDDR5 と、えー、っとラ、ラムがね、ロムか。ロムが 256GB ということでね。えー、128GB 版のね、128GB 版と 256GB 版があって、260、256GB 版がね、この価格で結構 ね、安くなってんじゃないかなと思います。えー、ぜひね、えー、興味持っている方ね、えー、スマホ一台あるとカメラも使えるし。 あのー、今ね、これ撮影してるのもポコで撮影してるんですよ、いつもね。ポコ X3 Pro だったかなえー、それでね、えー、いつも撮影してるんですけれども、結構ね、カメラも使えます。えー、1かに1台、スマホあればね、何だっても使えますんで、Wi-Fi とスマホさえあればね、えー、何でもいけますんでね。まあ、1台、4万円ぐらいだったらね、えー、まあ、安く手に入るかなと思います。もうスペックはね、値段の割にはね、もうめちゃめちゃ高い感じです。スナドラの870搭載してますからね、えー、ゲーミングとしても使っても OK だと思います。256GB もね、えー、要領あれば十分ゲームいっぱい入るかと思います。えー、ぜひね、ゲーミング用のスマホとしてね、1台ご購入検討してみてはいかがかなと思います。はい、じゃあ次のね、えー、商品に行きたいと思います。 はい。じゃあ、まあ、スナワーはね、こんな感じにして、えー、次はね、えー、ミニ PC とね、UMPC の一個ずつね、紹介していきます。で、一つ目がね、まあ、もうこれ来たかという感じの方が皆さん多いと思うんですけども、えー、ワンエクスプレイヤーミニですね。最近僕がね、あのー、動画流しております。動画流しておりますってもう一回目、ま,あ、まだね、一回目しかやってないんで、まあ、これからね、いろいろ動画作成していくんですけれども、紹介動画ね。ワンエクスプレイヤーミニ、これ僕も持ってます。あの、すごくね、いい商品です。 あの最近ね Win600 販売したんですけれどもまああれ結構スペック低いんですよもう比較してもね分かる通りねあのこれの動画見ていただければ分かるんですけれどもかなりベンチマークの結果からしてもね相当 Win600 ってえー実際スペックあまり低くてですね <laughs> それで買ってなんか5万円ぐらいするんですけどそれ買ってなんか動く動かないってちょっとイライラするよりは するよりはね、そのイライラを少しでも低減したいっていうところもあって、少しでもっていうかもう完全にね、低減される、このライ z ンセブンが入ってますんで、もう相当パワフルな PC、えー、になります。UMPC になります。手元でね、こんな感じでレースゲームとかね、Xbox のゲームとか、ゲームパス入ってればね、 xbox のゲームもしっかりインストールできますんで、まあこんな感じで手元で遊びたい。スチームのゲームいろいろね、遊びたい。結構動きます、正直ね。本当にね、ハイスペック求めるもの以外であれば大体動きます。はい、まあハイスペック求めるものも、 あの、低く設定すればね、大体は動きます。これだとね。<laughs> はい。ですのでね、そういうストレスをね、えー、解消したいっていう方にはぜひね、1X プレイヤーミニの方をね、お勧すすめします。1X プレイヤーが一番おすすめなんですけれども、8.4インチもあるんでね、画面がね、ここ、手にね、収まらないんですよ。 え、1X プレイヤーだとね、ミニだとこうやってすっぽり収まるんで、え、まあかなりね、普通サイズになったなっていう感じですね。で、重さもね、620g ぐらいあるんですけれども、まあ数字だけ見ると結構重たいんじゃないって思うかもしれないんですけど、結構このね、手のホールドががっちりこう、グッてホールドさせるんで、あの、本当にね、 軽く重くは感じないです。あの、リュックサック背負ってるとね、両肩でグッと乗せてるから、そんなに重たく感じないみたいな。えー、そんな感じでね、ホールド感がしっかりあるんで、あんまり重たく感じないです、実際はね。えー、ぜひね、600g あるんですけれども、まあ、そんなにね、重たくからちょっとなんて、えー、感じず、感じられにくい構造にはなってますんでね、えー、ぜひとも興味持った方がいましたらね、ご購入検討してみてください。で、こちらなんですけれども、クーポンコード、こちらのクーポンを適用することによって、 ええ、二十四パーオフってなってて、えー、期間がね七月三十一日までだったと思います。えー、それまでにね、こちら。 興味持った方ね、ぜひご購入検討してみてください。あと今後もね、これ動画何回もね、流しますんで、その動画見てから購入みたいなね、えー、そういうのがあれば、リクエストあればね、えー、なんかいろいろやりたいと思いますんで、ぜ、え、ひ、ー、ともリクエストともにね、えー、これが動けばちょっと買うんだけどな、みたいなコメントがあればね、えー、それに順次で対応していきますんで、えー、持ってればですけどね、はい、ご検討ください。じゃあ次のね、えー、ミニ PC の方行きたいと思います。 はい、じゃあね、ミニ PC なんですけれども、T-BOT ブックの MN59 番になります。AMD のライゼン n 9が入ってます。ライゼン n 9が入ってます。もう、ね、重要なんで2回言いましたけど、<laughs> ライゼン n 9が入ってます。で、こちらめちゃめちゃね、ハイパワーのね、すごいスペックのものなんですよ。すごいスペックなんですよ、これ。スペックなんですけど、値段がね、すげえ安くなってます。84,913円です。これね、タイムセールでね、 え、今この価格になってます。本当これ買いだと思います。すごいね。えー、もうね、一、一家に一台、末置き機のね、最強のエミュレーター機作りたいっていう状況だったら、これとね、あのー、パトセラのハードディスク、えー、この二つ準備すればね、末置き機の、えー、最強のね、エミュレーター機が家用にできます。これもね、テレビにつないでね、パソコンとしても使えますし、テレビにつないでゲーム機としてもね、普通に使えますんでね、えー、ぜひね、購入検討してみてください。僕もね、うちのリビング、僕の部屋の、 僕の部屋っていうか僕のうちのリビングはね、これ繋いであります。で、大型画面で最近ね、レトロゲーム遊んでるんですよ、これでね。<laughs> めちゃめちゃいいです、これ。あの、本当に。プレステ2もサクサク動きますし、あの PSP とかね、解像度上げてもね、全然速度落ちないんですよ。かなりパワーがありますんでね。えー、ぜひね、お家の中の、あの、ゲームシステムを作りたいって方ね。で、システム作るときは僕の動画でね、かなりあの、サポートしてますんで、えー、ぜひね、見ていただければ、あの、ご家庭でゲームシステムができるような、そんな、えー、造ーを、のね、えー、動画を流してますんでね。えー、ぜひともね、こちら、検討して 見てくださいめちゃめちゃ動きます、これはね。プレステ3もね、結構動きますんで、えー、ほんとね、おすすめの1台だと思います。タイムセール中ですんでね。で、これね、すこのタイムセール過ぎちゃうと、クーポンが別で発行されてたんですけど、そのクーポンがね、9万円だったんですよ。そのクーポン適用することで9万円だったんで、このタイムセールのね、値にかなわねえなっていうことで、ちょっとクーポン情報今回載せてません。はい、ぜひね、こちらのタイムセールでね、ご検討いただければなと思います。 はい、じゃあ次なんですけれども、ゲーム機部門ですね。えー、こちら、あの、最近これも僕が紹介してる。ちょっとね、フォーカスがブレブレしてますけれどもね。えー、まだブレブレ治んない、ね、治んないですね、ブレブレがね。<laughs> はい、こんな感じなんですけど、ポーキニーの RGB20S ですね。えー、こちらね、ほんと、えー、RK3326 チップ積んでるものなんですけれども、すごいちっちゃい。 ちっちゃいです。これもね、RK3326 チップ積んでるやつの中では結構小さいサイズになってて、た縦型なんでね、遊びやすいっていう感じです。でこんな感じでね、遊ぶんですけど、 ちょっとね、ここの手のね、ここのホールド感がないからね、ちょっと浮いた感じで遊ぶ感じになるんですけれども、まあ、こっちはこれで遊びやすいです。こんな感じで。だからちょっとね、やっぱちっちゃいからね、ホールド感がないんですけど、かなりその分機動性があるっていうね、えー、感じのいいゲーム機だなって僕はね、これ触った人にしかわかんないですね、多分ね <laughs>。見た目だけだとちょっとチープっぽく見えるんですけど、触るとね、結構ね、 可愛いなって思えるようになりますこれはねはいぜひね3326チップ系なんですけれどもまあ、今まで通りね、えー、3326系かなんていう感じかもしれないんですけれどもあのすごくね触ると可愛い,いです可愛い,いしちっちゃいですすごくねミを見ミとね ちょっと違うんじゃないのっていう話はあるんですけれど、ミーヨミニがライバルですみたいな話を僕してたんですけど、ミーヨミニとちょっと違うんじゃないのっていうコメントもいただいてたんですけど、実際ね、これね、触った人にしかわかんないです。あの、触り心地、握った感じがね、ミーヨミニにすげえ近いんですよ。これで、ね。 <laughs> だからね、僕はね、触った感じ、ミーヨミニのこの感覚に近いなって遊んだ感じね、って思ったんで、ちょっとミーヨミニがライバルじゃないかな、なんて思ったんですけどね。ほんとぜひね、触ってみるとね、えー、良さもわかります。はい。ぜひね、えー、可愛い一品をね、えー、これでいい、あ、なんていうかその新しいね、えー、ゲームシステムをね、構築するぐらいの勢いでね、自分なりの、自分の好きなね、やつを一気にね、作りっていう、これ、これでゲームボーイ作るとね、かなりテンション上がるかもしれないですね。 うん、ちょっと今度これでゲームボーイを動かしてみますね。<laughs> もうちょっとね、ゲームボーイのね、あの、普通あの白黒の画面のやつやりたくなっちゃいましたね。はい。っていうものです。で、こちらね、えー、まあ、売り出して、売り出し中のね32、32GB 64、64GB 128、128GB とね、SD カード入ってる内容が結構異なる感じになっております。で、まあ、それぞれクーポンが出てて、えー、こんな感じで値段になってますんで、ぜひね、欲しいって方はこの 128GB ね、えー、ご検討してみてはいかがいかなと思います。おすすめはね、白ですかね。うん。 すごくね白持っててね何ていうかナチュラル感あってねデザインもなんかかっこいいんですよねこれもね是非、うん、ね、えー、興味持った方がいましたらご購入検討してみてください はい、じゃあ続きまして、次のゲーム機いきたいと思います。えー、アンバーニックの RG503 になります。えー、こちらね、えー、64GB タイプと 128GB タイプ。二つ準備があって、で、値段としてはこれぐらいの差。1000円ぐらいですかね。1000円ぐらいの差だったらこっち買うよね。<laughs> ね、そうですね。えー、で、8月31日までこちらクーポン延長されております。で、これ結構売れました、正直ね。えー、このね、RG503 結構売れましたね。今やっぱり5インチぐらいがみんな見え 安いんでしょうかね液晶サイズが5インチで大きいっていうのとでお値段が結構控えめだっていうところあとねカスタムファームウェアでアーコーエス導入するとセガサターンが結構動くんですよ。これ セガサターンと、ドリームキャスト PSP も結構動きます。こちらの。だからね、やっぱりこれぐらいがちょうどいい。値段とね、スペック考えたらこれぐらいがバランスがちょうどいいっていうのと、あと、有機 EL なんですよね。この有機 EL がね、めちゃめちゃ綺麗ですっていうところもあってね。で、今までレトロゲーム遊んで人もね、有機 EL 画面でもう一回遊ぶとね、違った感覚が味わえるっていうところもあってね。やっぱね、スイッチも有機 EL モデル出たら結構売れたからね。 うん。で、なのでね、まだ UKL 体験してない人ね、ぜひ値段もかなり抑え気味なんで、こちらでご購入検討してみてはいかがかなと思います。僕もね、これもう一回ね、ロックマン X2 やってるんですよ、今ね。<laughs> 寝る前に <laughs>。ロックマン X2 やってるんですけど、やっぱりいろいろステートセーブとかできるから、今まで倒せなかったボスとかもね、え、いろいろサクサク進めるようになりますんで、えー、こんな感じでね、遊んでるんですけれどもね、非常にね、結構使える、え、種だな、なんて思っております。 はいじゃあ次のゲーム機いきますね。えー、RG353P です。デザインがね、こんな感じで、スーパーファミコンのね、 オンンローラーラみたいななデザインになってますえー、こちらもクーポン適用することで、えー、これもね、2頃しかね、ちょっとラインナップないんですけれども、えー、クーポン適用することで、えー、23000。結構ね、値段上がります。さっきのね、RG503 より若干高いです。えー、というのもね、こちらね、同じ RG503 と同じスペック積んでるんですけれども、あのー、ラムがね、確かこっちに 2G ガあるんですよ。だからね、容量が結構でかくて、ラムのね。だからね、その分ね、動くソフトのハがバが一気に にね広がってます、こちらも <laughs>。セガサターンもね、そこそこに動かなかったやつがそこそこ動くようになってます、こちらね。セガサターン、PCFX もね、まあ、重たいソフトあるんですけど、PCFX も結構遊べるようになって、えー、遊べる幅がね、結構広がってますんで、まあ、その分、ちょっとお値段も上乗せしているといった感じです。で画面がね、4対3の3.5インチディスプレイなんですけども、さっきの5インチよりもちょっとちっちゃいです、正直ね。 うん。そこがね、ちょっとね、皆さんネックになってんのかななんて思うんですけれども、実はね、あんまりこれね、売れてないです、正直。<laughs> さっきの503ほど売れてないです、正直ね。で、だからね、結構このデザインとか結構個性的だから、うん、ちょっとなっていう方が、うん、これを買うので503買ったからいいかななんてさ、そういう感じで思ってる方多いのかななんて思ってますけれどもね。503買った方はこっち買わないよね、さすがにね。えー、まあ悩んでるって方ありますけどね、503買おうか、353買おうかっていうところで、 で違いはどちらかっていうと画面の綺麗さを取るんだったら503ですねさっきのねでスペック遊びの幅をねより広げたいんだったらこっちの353になりますうんセガサターンでねえ結構動かしたいソフトあるんだけどねえそういうところをねえあのしっかり遊びたいって方はねえセガサターン向けにこっちの方を選ぶっていうのもありかなと思いますうん結構ねカリカリがねなくなってるんですよね 音がパッパッパって飛んでたのがなくなってたりしますんで、セガサターンもね、結構動くようになってますんで、えぜひね、えスペックの方を取りたいって方はこっちの方をご購入検討してみていかがかなと思います。 はいじゃあ次はね、タブレットの部門になります。久しぶりですね、タブレットの方ちょっとやるのね。で、レノボシャオシンパッドプロ2021、昨年モデルですね。えー、レノボシャオシンパッドプロのね、2021年版になります。で、12.6インチのこちらは UKL ディスプレイだったかな確かね。えー、結構綺麗になります。で、スナップドラゴンの870の8ギガの,の RAM が 8ギガで、ストレージが256ギガということで、かなりの容量がね、入ります。で、さらにね、SD カードのね、さ、えー、せるんで、SD カードでいろいろ容量を増やすこともできます。で、こちらね、当時ね、8万とか9万とかしてたんですけど、だいぶ値段下がってね、ドルで見ると、この569ドルなんですけどもけ、当初はね、600とか700ドルしてた、ぐらいしてたんですけど、だいぶ値段下がりました、こちらもね、適用価格で。えー、まあ、日本円にすると、やるて8万近くになっちゃうんですけれども、まあ、結構、 安くなってますで、これがね、7月22日までセールやってて、この、こちらのクーポンコードを適用することによって、えー、こちらのお値段になりますんで、えー、ぜひともといった感じです。で、僕もね、これのシャオシンバットプロ202021 2020持ってます。で、こちらのインチサイズではないんですけど、11インチぐらいだったかなそれのちょっとワンサイズ、ちっちゃいやつ持ってますけれども、すごくいいです、これは <laughs>。これでね、まだにコミック見たり、鬼滅の刃見たりとかしてますし <laughs>、動画もね、すげえ有機ルで だからすげえ綺麗です。で、動画再生するときもね、スピーカーがね、これ4つ付いてるんですよね。だから音の迫力がすごいんですよ。で、ゲームするときもね、この迫力のままゲーム遊べますんで、で、プレステ2とかもね、かなりね、しっかり動かしてきます。このスナップドラゴンの870っていうのがねえ、しっかり動かしてきますんで、 あのー、昨年、僕、糸チャンネルで一番売れたタブレットです、これね。<laughs> はい。で、さらに12、それのね、完璧版ということで12.6インチっていうバージョンが出てますんで、こちらの方はね、今ね、投げ売りされてるというかね、結構安くなってますんで、ぜ、え、ひ、ー、ともね、えー、興味持った方、購入検討してみてください。はい、じゃあ次のね、タブレットに行きたいと思います。 え、次もね、レノボになりますが、レノボのヨガパッドプロになります。で、こちら12.6インチって書いてるんですけど、実際13インチの間違いです。ごめんなさいね。13インチです。こちらね。で、こちらのクーポンコードを適用することで、7万円ぐらいかなといった感じです。で、これ前回もちらっと安くなったんですけど、さらに安くなってね、530ドル。だいたい530ドルになってます。めちゃめちゃ安いですね。で、こちらもなかなかのスペックで、あの、スナップドラゴンの870で、8ギガの と256ののといっった感じでさっきの、ね、シャオシンパッドプロと、ね、全くスペックは一緒です。ここのね、スナップドラゴン 8GB2 ごろといった感じは変わらないです。だから、ね、普通にタブレットとしてはかなり優秀な、ね、も,うもっさり感一切ない。 え、ね、すごいタブレットになります。タブレットとしてもバッチリ使い勝手がいいんですけれども、スペック的にバッチリなんですけど、このね、ヨガタブレットのね、一番の特徴何かというとね、外部モニターにもなるんですよ、これね。ちゃんと後ろにね、スタンドがついてて、こう、よくれ、ちゃんと立てることができるんですけど、立てることができるスタンドがついて、さらに普通のね、PC のモニターとしても使えますし、まあゲームのモニター、外部モニターとしても使えるっていうところがね、今までにない、え、ほんと、 オンリーワンのタブレットなんじゃないかなと思いますだから一石二鳥のタブレットとしても使えるあと会社持ってってね外部モニターとして HDMI で繋いでね仕事にも使えると、うん、なかなか外部モニターだけって持ち歩かないじゃないですか 外部モニターだけって、まあ持ち歩かないです僕も持ってるんですけど、外部モニター持ち歩いてる人ってなかなかいないんですよね。じゃあもうね、タブレットを持って歩く人はいるんで、タブレット持ちながらそれがついでに外部モニターになるって言うんだったらね、それは持ち歩きますよね、そうだよね。<laughs> だってタブレットでね、普通に使えるんだもんっていう。 ところですんでね。えー、だからね、かなりね、あの、多機能な、えー、ものがもと、あのー、できるんじゃないかなと思います。えー、ぜひね、興味持ったって方はね、えー、調べてね、詳細まで調べていただいて、まあ、この情報だけでいいっていう人はいいんですけど、まあ、ぜひね、調べて、えー、欲しいなと思ったらね、購入検討してみてください。過去一でね、ドルでは安くなってますんでね。えー、僕もちょっとね、購入しようかな、ちょっと考えてます。ボーナス入ったんでね、えー、これあたりちょっと攻めようかな、なんて思っております。 はいじゃあ次がね、最後になります。えー、レノモシャオシンパッドの2022年版がね、新作として発売しましたということで、軽く紹介をと思ってます。で、2つ、2種類出てて、ラムがね、4GB のものと 6GB のもの、ロム、内部のねストレージが 64GB のものと 128GB のものがあって、それぞれ2種類あるといった感じです。安い方のモデルがね、179.99ドルで24,000円。 ぐらいで、高い方の先ほどね、ストレージが 128GB の方は32000円ぐらいかなといった感じです。まあ値段結構ね、だいぶ落としてきたんですけれども、 けれども、はい。じゃあ内部のスペックどうなのって言うと、内部のスペックもね、スナップドラゴンの680搭載ということで、ベンチマークでだいたい200、違う、24万点ぐらいで、そんなに高くないです。はい。そんなにスペック高くないんですけれども、えー、まあ、10.6インチで、画面もサイズもそこそこ大きいんですけど、4K ディスプレイ、えー、じゃない、2K ディスプレイ、 ですね。4K ではなくて 2K のディスプレイで搭載してるってことで、かなりね、高精細になってますんで、ま、画面は綺麗なんだろうなっていうところですね。2K ディスプレイがいいって方はね、ぜひともね、レノボシャオシンパッド、え、2022年モデルをね、ご購入検討してみてはいかがかなと思います。相変わらずね、スピーカー4個搭載してるんで、音はいいです。はい。スペックはね、そこそこ落としてきたんだけれども、音とかね、そういうディスプレイの綺麗さとか、そういうところをね、非常に売りにしてる、え、レノボシャオシンパッド、え、2022と、 なるかなと思います。だからゲーミング向けではね、正直あんまりないかなと思います。ゲーミング向けだったら、え、プロの方がね、え、シャオシンパッド2021のプロの方をね、ご購入検討してみてはいかがかなと思うんですけど、まあ、普段使いだとね、ちょっと普段使いで動画見るとかであれば非常にね、え、スペック高い、いいディスプレイだと思いますし、音もクリアんで値段もね、だいぶ落としてきてるんで、まあ、いいディスプレイなんじゃないかなとは思い、まあ、いいタブレットね、タブレットなんじゃないかなと思います。はい、っていう感じの新作でした。 あ、で、こちらなんですけれども、一つ言い忘れましたね。えー、まだね、これクーポン発行されてないです。クーポン発行してないです。こちらね。えー、新作ということで、新作割引になってます。こちらね。えー、新作割引中ということで、初回ロットに限りこんな値段で安く売っております。まあ、もしかしたらね、今後、クーポンとか出るかもしれないんですけれども、興味ある人ね、えー、ぜひ、あの、コメント欄に興味ありますんで、って言ってください。 はい。なんかクーポンあるかどうか聞いてみますんでね。うん。まあ多分そんなにないだろうかなと。<laughs> かなりみんなね、スペックに結構うるさいんでね、皆さんで。<laughs> これはそんなにねえかなと思ってますけれどもね。はい。という感じでございます。はい。ということで、今日はね、バングッドさんの安売り情報でしたかね。いかがでしたでしょうか。クーポン更新としてね、僕のおすすめはね、やっぱね、これ悔しい。<laughs> t バ a t ブックこれすげえ安くなってて悔しいです。これはね、安い。8万円台で買えるんだったらね、Ryzen9 がね、8万円台で買えるんだったら、それだけでももう価値があるっていうぐらいね、かなりいいものだと思いますんでね、これでシステム作っていこうかなと。 家庭用のレトロゲームシステム作っていこうかなって方はこれをベースにね、あとはあの、ハードディスク繋いでね、えー、やっていただくといいかなと。夏休み中にね、そういうことやれるといいんじゃないかなと。えー、充実するかなと。生活が潤うかなと思います。で、あとはね、このヨガタブレットね。これもね、僕すごい気になってるんですよね。 えー、タブレットね、欲しいな、うん、でも外部モニターも欲しいなのね、この二つのね、欲求を満たしてくれる、えー、素敵なものだと思います。えー、ちょっとね、悩みたいと思いますね。あとね、僕の一押しは最近これ買ったんでね、これ買ったんでね。 <laughs> これはいいです本当にね。1X プレイヤーミニですね。これはいい。すごくいいです。あの、ビルドクオリティもいいし、何にせね、これでゲーム遊ぶとすごい面白いんですよ。音がね、サウンドがね、手に振動で伝わるっていうかね、あの、モーターで揺ら,揺らしてるわけじゃなくて、スピーカーの音で揺らしてるんですよね。このね、スピーカーの音で揺らしてるこの遊びの感覚がね、F0 とか遊んでても壁にボーンってぶつかった時にね、ドバってね、振動来るんですよね。サウンドの振動が。 このね、迫力がね、とにかくね、気持ちいいんですよね。ほんと、ぜひね、これ持ってない人体験してほしいですね。高いですけど、本当にね、高いですけど、ぜひね、体験すると面白いと思います。えー、ぜひともご購入検討してみてください。ということでね、え今日はこんな感じで、バングットさんのクーポン情報をお伝えさせていただきました。え今日の動画ね、役に立ったって方いましたら、グッドボタン押していただけると嬉しいです。あと、バングットさんのクーポン情報はね、毎月、月2回か3回ぐらいやってますんで、え、ー 安売り情報見たいなっていう方がいましたらね、えー、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということでね。今日はこんな感じで終わりたいと思います。伊藤チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。